嘘は嘘であるとか、見抜ける人でないと難しいものがあるでしょうね。それのニュースを聞いたときに、不快感を覚えた、自分に驚いた。なんすか、写像って。とつくのやめてもらっていいですか。それ明らかじゃなくて、あなたの感想ですよ。なんかそういうデータあるんですか。あ、それはでもそういうふうにしか理解ができない知能の問あ、ごめんなさい。ひろゆきさん、理工大数理科2年の男です。こんにちは。最近就職のことを考えたのですが、今より上の大学院に行き修士だけ取るつもりです。そしてキャリアプランは SE として就職し、 IT コンサルタントが最終目標です。欲を言うならば、日本で生き残るために外資系の会社に就職したいです。そのためにいろいろと資格や言語の勉強しています。このプランはただやりたいと思うことから逆算して自分で考えたものですが、客観的な意見として改善点ありましたら教えてほしいです。まずやりたいことと思い込んでるだけですね。多分このキャリアプランって、こうやったら金が稼げるよねっていうので、金を稼ぐんならこうした方がいいんじゃないかなっていうのを並べてるだけで、多分本人のやりたいことではないと思うんですよね。多分本人的には、お金があったらこんなことしたいよね。で、例えばじゃあそのフィギュアを買うでもいいし、ゲームしたいとか映画見たいとかで、やりたいことって本来そういうことなんですよ。で、そこでそのためにお金がいるよね。で、お金を稼げる仕事の方が楽にいっぱいお金稼げそうだよねってなっちゃってるので、今のそのキャリアプランみたいなやつを作り上げてると思うんですけど、本来自分が何をやりたいかっていうところで、そこから人生逆算した方が、ある程度稼いだ時に、すげえ忙しくて稼いでるけど、俺これやりたいことだっけっていうので、結構うつ病になっちゃったりする人とかいるんですよね。なので、本来自分がやりたいことっていうのをちゃんと意識して、そこからキャリアプラン作った方がいいと思いますよ。要はその40代50代の時にどうなってたいのかみたいな。なので、なんか田舎で温泉に浸かりながら、たまにプログラム書いて、なんかそれなりの給料もらってダラダラ暮らして、なんか子沢山みたいなのがやりたくて、なんかっていうのであれば、別にそのなんかすげえ外資系がどうこうとかでもなくて、単にそれなりにプログラムがかけて、仕事もらえるようなポジションにいれば、でそれで地方に住めばできたりするので、なのでその自分がどういう生活をしたいかっていうところをちゃんと基準にした方がいいと思います。そのお金儲かるかどうかを基準にしない方が。32歳専門卒女です。5年勤めた会社を辞めることにしました。会社の移転で通勤が往復3時間以上になったこと、パワハラ上司で給料減額が理由です。退職まであと2ヶ月あるのですが、まだ次の仕事が決まってません。苦手で嫌な経験のある仕事で、通勤時間や給与等の条件を重視して探すか、条件が悪くなっても興味のある未経験の仕事で探すか迷ってます。ひろきさん、ご意見いただけると嬉しいです。年内結婚予定で現在同棲中ですが、彼は高給取りではないので共働き必須です。もう32歳であれば興味がある未経験の方がいいと思います。なんとかして働かなきゃいかんよねっていうのであれば、さっさと金稼げる仕事にした方がいいんじゃないのっていうのだと思うんですけど、多分今までその28からずっと働いててっていうのがあるので、一回ぐらいちょっと未経験だけど自分がやりたい仕事っていうのをやってみるのもいいんじゃないかなと思います。同棲してるのであれば、働いてない期間があっても、その家賃払わなきゃいけないっていうのが、ギリギリないと思うので、なので一回自分の好きな仕事をやってみて、その適性だったりとか、やっぱ好きなことのが向いてるじゃんっていうのが確認できるかどうかっていうのもあるんじゃないかなと思います。苦手なことだと全然できないけど、好きなことだとめっちゃ頑張れるっていうタイプの人もいるんですよね。なので、やってみた方がいいと思います、そういうの。好きなことでも、できない人もいるんで、はい。現在18歳大学生です。親が東京の一等地の土地を所有しており、お金には困っていません。そのため、将来就く仕事は中身があるのも、俗に言うやりがいがあるものを選びたいです。給料関係なく仕事自体に面白さがある職を教えていただければ幸いです。現在の趣味は読書、音楽、ゲームといったところです。補足、旧帝大に通っているため、多くの企業の採用試験には取ると思います。であれば NPO とか行った方がいいと思いますよ。結局企業って、金を稼ぐために存在するので、そのやりがいがなんだとか表向きは言うんですけど、最終的にはその金持ってくるやつが偉いよね、営業が偉いよねとか、その正しさよりもその金持ってくるやつが偉いよねっていうのは、例えばそのすげえ優秀な営業マンがセクハラをするとクビにならないんですよね。その男性の営業マンがセクハラをしたとしても、じゃあその男性クビにしたら会社損しちゃうから、じゃあその女の人泣き寝入りだよねっていうのが、割と日本の会社でよくあるパターンだったりするので、なので、その本当に正しいことをやろうと思ってる組織っていうのって、多分日本企業ではそんなにもうないと思うんで、NPO に入るなり、 NPO を作る方が全然真っ当なことができるんじゃないかなと思います。
27歳大手製造業営業職の男です。業務改革のプロジェクトの多い会社で営業職の立場でキーマンという形で数多く参加させられています。プロジェクトに参加することで給料が上がるわけでもなく、営業の仕事が減ることもなく、参加してない同期は暇そうなので同じ給料で羨ましいです。年功序列の会社なので昇進まだまだ先になりそうで、このままこの会社に続けてる意味あるでしょうか。僕じゃなくて上司に聞いてください。秋行さんの、こういうの参加しててもあんまりメリットがない形になってしまうので、これが続くと多分参加しない人が多数派になってしまうので、仮に僕が出世したとしたら、ああ、こういうのに参加した方がいいんだというふうに会社の中で伝わるので、僕を出世させてくださいって上司に言ってみてください。ひろゆきさんの動画を見て、仕事イコール金を稼ぐ手段と割り切るようにしましたが、仕事に対するモチベーションが皆無です。年収600万ほどで満足しており、私はこのままうんこ製造機として生きていけばいいんですか？はい。モチベーションを上げる方法があれば教えてください。僕、どんな仕事なんでも結構楽しめちゃうんですよね。その昔、その中華料理屋でバイトしてる時に、その箸袋に割り箸を入れるのがすげえ得意だったとか、惣菜屋でバイトしてる時に、その発泡スチロールの、に、惣菜を入れて、で、それにラップを巻く、ラッパーっていう機械があるんですけど、で、それを、シワが入らないように綺麗にラップをかけるっていう、技術において、僕多分ね、店、静岡やって店でバイトしたんだけど、多分トップ3に入ると思うんですよね。ある程度綺麗に、引っ張らないと、どっかにシワが寄っちゃうんですよ。で、きちんと力を入れて引っ張らないと、それはそれでシワが寄るっていうのもあって、そこのバランスをきちんとやるっていうのを、毎回こう、挑戦するっていうのをやって、技術を高めるっていうのを、僕はそのゲームとしてやりがちなんですよ。なので、どんな仕事でも、なんかそれなりに面白がってやってしまうので、なので、今ではそんなないと思うんですけど、値段を張る機械、これ何て言うんだっけ、名前した、黄色い値段を張る機械、パカ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 って、張りやすとかも、あれは、慣れてくると、テンポよくいっぱい張れるようになるんですよ。っていう感じの、ちょっとずつこう、上手くなっていくっていうのを習熟していくのが面白いっていう、そういうゲームをやるので、なので、どんな仕事でも結構僕はそういうゲームをしちゃうんですよね。なので、短時間で終わらせる方がいいとかなので、じゃあその5分の間に何個やったから、これは今度なんか5分の間に何個まで上げてみようみたいな、それちょっとずつ工夫をしたりとかっていう、そういう遊びをするので、なので、そういうゲームとして楽しむのもいいんじゃないかなと思いますけども。大学4年男です。金融職で内定をもらってるんですが、昔から服が好きで、ファッション業界は諦めきれません。きつい業界だということは分かっているので、侵入できるような新規事業を思いついたらファッションに広げようとか考えていたのですが、未だに面白いアイデアが浮かびません。ひろゆきさんがもしファッションで新規事業をやるとしたら何をされますか？多分他の人は言わないと思うんで言いますけど、ファッション向いてないと思います。本当にファッションで食ってきたいんだとしたら、ファッションの新規事業で何をされますかっていうのを他人に金払って聞いてる時点でもうやる気ないと思うんですよ。まずそのコロナ禍もあって、ファッションって今めちゃくちゃきつい状況なんですよね。ザラだったりとか、ユニクロ以外の、その安い服売ってる会社ってほぼほぼ赤字決算で、で、ただ高級ブランドとかはもう、その LVMH とか儲かってるんですけど、なんでそのファッション自体かなりきついんですよ。なので、ただそれでもこういうファッションやりたいんだっていうこだわりがあるんだったら、それをやればいいと思うんですけど、そう、なんとなくファッションやりたいよね。でもアイデアもやりたいものもないんですっていうのであれば、残念ながら向いてないので、普通に金融職で金稼いで、で、稼いだお金をきちんと貯めて、で、その稼いだお金でやる気のあるやつを雇った方がいいです。たまたまなんかご飯食べる機会があって、フランスで、なんかモフだっけな、なんか職人さんの認証があって、フランス、マドンナの帽子を作ったとかで、なんかその職人としての認証をもらった日本人の人とかがいるんですけど、で、そういう人とかって割と探すとちょこちょこいるんですよね。なので、そういう感じで、その本当にファッションで食ってきた人っていうのに、ちゃんとそのなんか投資をしたり支援をしたりして、で、ブランドを大きくするっていう方が多分いいんじゃないかなと思います。なので、そのファッションに全然興味がない僕みたいな人にお金を払うんじゃなくて、ちゃんと一生懸命お金を貯めて、ファッションでやりたい、食ってきたいっていう人にきちんとお金を払って育てていくっていうのをやった方がいいんじゃないかなと思います。30歳フリーター年収300万です。3年前に脱サラ上京し、東京の劇団に入りました。今はコロナ禍もあり活動してません。イケメンでもコミュ力が高いわけでもなく、才能がないのは薄々気づいています。子供は趣味の延長で俳優業を続けるべきでしょうか。
結婚願望は一切なく自由に生きたいと思ってます。ちゃんとした仕事をしながら俳優続ければいいと思います。俳優だからフリーターという考えが間違ってると思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。 Whose fault? It's our fault or your fault? Whose fault? OK OK Choose Whose fault? いや帰ってやめましょう。家で今つないでんすよね。どこ帰るんですか、グーチョキパー